みなさん、こんにちは。しょにちゃんのりみです。今回は何ですか？こちらのこちらですね。こんな感じ。これね、前ルーティンかなんかの動画でお買い物しているね、ところを、ね、流してるというか、もう動画アップされてる中にあったと思うんですけど、で夜ね、パパとりみでこれを設置してる動画もちょっとね、アップ済みなんですけど、ね、その動画はね、こういうこの動画です。はい、で、そのね、このなんていうの、これタンス？タンスじゃない、収納ケースかな、棚そう、なんかね、普通のね、棚だと中身がね、見えちゃってあれかなと思うね。こういうなんか、ちゃんとね、しっかりとこう入る形のタンスみたいなやつにしたんだよね、リミ。でリミちゃんがね、どうしてもこれがいいというので選んだやつでございます。そうです。はい、中身をね、紹介していただきたいと思います。はい、中の、あの整理はね、ママと一緒にやったんだけど、全部ね、セリアで買った収納ケース、ケースっていうか、なんだろうな、まあ箱みたいな仕切りみたいなね、でやったんだよね。うん、このね、棚、ここにはね、前ね、白コロのね、あのゲージがあったの、だけど白コロね、夜もね、リミちゃんと一緒に寝ちゃうし、全くゲージに入ることが我が家はないので。そうなんですね。そうなんです。で置いとくだけだと、ほんとホコリもね、溜まっちゃって溝とかに、掃除もすごく大変だし、結局ね、取っちゃったんだよね。でゲージがあると、その上にどん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 荷物がポン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 みんな置いちゃって、すごいことになっちゃうから、ちゃんとね、片付けられるものにしたんだけど。はい、はい、じゃあ中見てみましょうか。なのでね、ちょっとね、リミちゃんのものだけじゃないのがあるんだけどね。ここリミのやつ、あとここリミの、はい、じゃあ開けてください。はい、まず1段目。はい、もうここは本当大雑把というかね、このなんかセリアで買ったこのボックスが3個ちょうどぴったりね、もうジャストフィットっていうぐらい、ママ適当に買ってきたんだけど、めっちゃぴったりで感動したんですよ、これ。そうで、ここにね、ちょっと大きいだけど、リミちゃんがゲームで使うヘッドホンね、大人やるときにね、使ってるよね、でここがね、我が家はね、いつもここでドライヤーするので、ここにドライヤーを入れて、ここにつける、あ、そうそうそう、ドライヤーするときはここにね、ある電源で使ってます。はい、でここが、これが体温計が入ってるね、毎朝体温測らなきゃいけないから体温計、でここにリミちゃん肌がね、カサカサになっちゃうから、前めっちゃ塗ってた、そう、塗ってるやつで、これが白コロのね、最近ね、コロンブラシ大好きだからね、白コロのブラシで、ちょっとこれは前置いてあったからたまたま入れちゃったんだけど、懐中電灯で、このね、その後ろはちょっと隙間が空いてんだけど、普段使わない、まあ、ピンクのドライヤーとか、あと掃除機の先っぽ、ちょっと掃除機はね、ここにちょっと立てかけてるだけなんだけど、こんな感じだね、いっぱい、そう、先っぽ入ってます。はい、じゃあこんな感じ。もうここはザクッと、あんまり詰め込まないで、もうほんとサッとね、取り出せるよ。はい、じゃあ2段目。わあ、すごい、ここはもう見てわかる通り全部ゲームだね。じゃあ こっちから、ここに全部コンセント入れて、スイッチの充電、そう、充電ができ、中で全部できるようにしました。はい、外にコンセントが出てると、うち白コロもいるし、邪魔なので、ほんとコンセントってね、すごいこと、でも実際この中でももうすごいことになってるんだけどで、これが音楽聴くあのやつね、前買ったやつ、ドンキで、ドンキね。で、ここにリミちゃんのスイッチと、しんちゃんのスイッチがちょっと今入ってます。はい、で、ここに
よくわかんないけど、何これ。なんかゲームのやつ、うん、くっつけるやつか。そう。でこっちにライトが入ってて、うん、でこっちにコントローラー、サンタさんにもらったやつ、コントローラーで、下がこれはケース。そう。と、なんか本が入ってる。あつ森の本。あつ森の本。ちょっと見づらいけど、こんなもんかな、入ってんの。はい。でこれ2段になってんだよね、こっち。そう。こっちが、うん、なんか、あスプラ。スプラのなんか編み物とか。はい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 。なるほど。まあ要はゲームグッズだね。ここに Wii U のコントローラー。あ、そうそう、後ろにね、Wii U のコントローラーが入ってまーす。はい、まあ、ほとんど使ってないんだけどね。こっちは？ちょっと今充電してるからちょっとコードが。はい、じゃあこれ下は？リリン。あ、こちらカセットですね。入れ物。入れ物ですね、正式には。中身が入ってない。ですね、2つだけ入ってます。はい、このねケースは全部ね、うん、セリアです。この2段にできる感じ、うん、こうやってやっとくとね、隙間作らず収納ができます。収納ね、こんな感じ。これね、うん、あの大人しい時にね使ってみたんだけどね、うん、ジャンプしてもねブルブルって震えるの。そうなの。でもあんま使ってないね、うんうん、ピコリン、アリミちゃん、なんかメールが来たんじゃない？ね、まあ後で見ましょう。はい、はい、2段目はゲームでした。じゃあはい、3段目てっちり。ここはね、もうリミちゃんはね、うん、勉強リビングでしちゃうので、うん、ちょっとある程度のものをここにね置いてるんだよね。あんま2回行って勉強することがなくて、うん、なおみくじ入ってここはもうなんかフリースペースみたいな感じで、あ、これね、この前ガチャガチャでやったおにぎり、さっきね、なのでここはちょっとフリースペースなんですけど、うん、まあ右と左に教科書とか、うん、ノートとか。こっち教科書で、こっちなんかのさ、そうそうそう、これ多分一番上がね、しおりというやつね。そうだ、なんか変なやつ、うん、変なやつって言った。変なやつじゃないでしょ。これもセリアで買った、ちょうどねノートとかが入る大きさのを買ってここに入れました。で下に算数セットがちょっと置いてあるけどね、もう使わなそうだけどね。でこっちもこのセリアで買ったボックスに入れましたね、うん、で間に隙間ができるなと思ったので、このちょうど、ちょっとこれ顔見つけたままだった、これ剥がさなきゃな、後でね、うん、まさしくセリアで買った仕切りボックス。これをここに置いて、ここに何でもね、うん、使えるようにね、うん、しましたね。はい、はい、じゃあ次これちゃんと使いましょうね、この漢字辞典、うん、使う、これね使う。リミね、しーちゃんの付箋借りてね、うん、1字1字2字1字ってしてんだよ。あ、そうなの、うん、じゃあちゃんとやってるんじゃん。毎日やってた、ね、もっと最近もさ、漢字勉強するときさ、使えるんだから使ったわいいよ。はい、ね、次、はい、最後、最後、おー、ここはもうなんかなんだろうね、普段雑貨というかやつだね。でこれもセリアのこの蓋付きのねボックスを2段を重ねる形で計4個ここに入れてます。はい、でそのね奥はこれ、あのコストコで買ったクレヨン、すごい数の、何色？何色だろうね、書いてある、何色だっけね、これ152色のこのクレヨン、前ね動画でもあげたけど、うん、これが置いてあると、たまに使ってるよね、うん、でその下にまあ、あの色鉛筆とか、あとこのボックスはなんかリリン、まあリミちゃんの細かいものを全部ここにね、とりあえず詰めたという感じね、うん、ウノとかあるしね、マステと、あと昔使ってた携帯ケースと、自分で描いた絵、描いたじゃない、あ、もらったのか、描いてくれたんだね、プーさん、かわいい、かわいいね、こういうものとかを収納してるボックスです。はい、
このボックスはあれだよね、しーちゃんがなんかリミの誕生日かなんかに、うん、もらった、なんかプレゼントを中に入れてくれたんだっけ、うん、そうだよね、このケース、このケースね、再利用、うん、でここにね、あまり使わないのでオープンしまってるね、はい、でこっち側、この奥はなんだこれ、これは帽子、帽子帽子となんか袋だね、千羽鶴の作ろうと思って、なんか作ろうと思ってやってた材料がそのまんま、コナンあるよコナン、あれだ、あのなんか辞書に入ってたやつだ、ああ辞書に入ってたやつ、ね、これ本当は辞書入れだったんだ、そうだよね、これ辞書入れに使ってた袋だもんね、でなんか辞書入れ買ったんだよね、うん、辞書がなんかカバーみたいになってて、プラス机にぶる下げられるやつ、うん、これ何？千羽鶴なの？作ろうと思って、ようやくね、うん、あの線香できたのかな、忘れちゃったけどね、多分線香はまだなかったんじゃない、それ先生に見せたらね、うん、これ千羽鶴じゃないよって言われてねそっか、うん、そうなんでしょう、けど思い出に取った、思い出にね、うん、ちょっとちゃんとしまわないとしまえなくなっちゃうから、元通りにしましょう、はい、でこの上に帽子を乗せて、はい、じゃあで、ちょっと待って、じゃあこっち側にしよう、で1個ここにね、ボックスを置いてます、こんな感じ、この辺はもうリミちゃんが持っていってるちっちゃいバッグたち、たまに遊びに行くと携帯だけ入れてね、携帯ケース懐かしいね、前使ってた、ああ、読み売りないのいつのこれ、去年、一昨年、去年か、待って見てみる、お正月かなんかに行ったよね、読み売りなの、行った、その時のじゃない、2000、あ、じゃあ去年、1月3年、あ、3、4月3年じゃない、もう1月3日でしょ、1月3日行ったね、1月3日に去年は読み売りランド行ったんだね、ね、年はコロナでね、行けないけどね、うん、そっか、まだ入って、その時じゃこのカバン使ってたんじゃない、うん、ねこのカバン気に入って、ね、このカバンね、自分で買ったんだもんね、可愛いよね、上野かなんかに行った時に雑貨屋さんで買ったバッグです、かわいい、色迷った気がする、でもこの色で正解じゃない、デニム生地かわいいよね、うん、何の洋服にも合うし、いいと思う、あ、かわいいトイストーリーのやつ、ね、で、あとはもうリミちゃんの大好きな、もうよく出てくるこの水色の帽子ちゃんがあります、ここに、じゃあしまっとこっか、ちゃんとしまっとくね、はい、感じに、はい、じゃあ次がこれだよね、最初ね、で、ここにまあボックス、まあ、この辺もなんだろう、うん、お友達にもらったものとか、うん、メモ帳とかヘアバンドとか、まあちょっとごちゃごちゃするものをこの中にもう入れちゃってるって感じ、なるほど、それゴミじゃないの、大丈夫、ゴミゴミだよね、ちょっとゴミは捨てなきゃダメよ、はい、ここはなんだ、あ、これお財布と携帯立てだね、ちょっと割れちゃってるけど、でも使えるね、使えるんだよね、お財布と携帯立て、あんまり入ってない、なんかね、うん、携帯入れただけなのにボキって割れたんだよ、そっか、はい、じゃあで、ここにも下にもボキがあって、はい、じゃあここは何入ってるんだっけ、いや、これは何だっけ、あ、フライングタイガーで買った自分で塗って作ったバッグ、うん、そのペンもまだ入ってるのかな、多分入ってる、そうだね、布にかけるペン、これしか入ってないまだね、いろいろ荷物はね、はい、布アレンジするとき、うん、布にかけるペンだもんね、めっちゃ丸まっちゃったこじ、うん、蓋をして、まああんまりこの辺はね入ってないけど、最後、はい、ここはね、ちょ意味ないんだけど、ティッシュティッシュはね、他にもティッシュ入れあるんだけど、なぜかね、リミちゃんがここに止めてるという、見て、リミが作ったティッシュすごい、まあここにね、入れて使ってんのかわかんないけど、うん、使ってない使ってないでしょ、ここちょっと改善したいね、今度ね、うん、はい、じゃあこんな感じで、一番下はね、まあこんな感じで全部ね、セリアのボックスで収納してみましたね、はい、はい、はいはいはい、どうでございます、お、いいんじゃない、で、一番ね、
リミちゃんがお気に入りな点はここだよね。はい、この天板っていうか、これ板、これ実はねリバーシブルらしくて、裏がちょっと濃いダークな茶色の板になってます。そうね、そうなんです。で、ここはまあ前からあったやつこれも昔からあった。リミがさ、小屋の整理してる時に出てきたシールって貼った。あ、そうそうそう、このシールは、この星のシールはリミちゃんがね、いつの間か貼ってたという。で、この造花はニトリで買います。こっちの右側は、こっちは多分100均だと思うんだよね、この花は。ニトリで、これね、これ最近ニトリで買いました。しほちゃんに選んでもらって可愛いよね。うん。で、これはリミちゃんが買ったっぽい、ディズニーストアで買ったやつだよね。で、お友達にもらったねずこのゴムをつけてるかわいい。お友達のママがね、作ってくれたんでね、お揃いでね、善逸もあった。そう、善逸もあるんだけどね。で、これもディズニーストアで買った充電器、ちょっと持ってきて、携帯乗せるだけで充電できるよね。おー、来たこんな感じで、乗せるだけで、これね、ケースのままね、乗せていいところがいいよね。大抵のこういうのってさ、ケースからさ、出さないとさ、充電なんないじゃん。なんない。ね。でも接触がちょっとね、悪い。ほら。確かに。またつかなくなっちゃった。なんか気まぐれなのかな？気まぐれ。ね、できたりできなかったり。ね。でも、ママこの前やったら一発でできたんだけどね。そうなの？うん。で、一応挿す充電器も、はい、置いてます。ブシャー、めっちゃ長いよ。パパのスマホもたまに刺さってるよね。うん、はい、こんな感じで、ここは以上で、イエイイエイでございます。はいはいはいお気に入りなんだよね、リミちゃんね。うん、このスペースがね、リミちゃんのね、お気に入り。6月になったらね、うん、ここにヨギボー、ヨギボー置いて、次、座ってゲームするの人をダメにするソファーが欲しいそうですはい、というわけで今回はですね、こちらの棚を紹介してみました。はい、収納のね、方法とかも少しね、説明しました。はい、あ、そうだ、ここのコンセント、なんでコンセントが中にあるのかって言うんですけど、ここにちょっとね、あんまり汚いからあんまり見せたくないんだけど、実はここに穴を開けて、中からね、ここに奥が電源になってんだよね。うん、そう、電源、白黒がいるので、なるべく隠さないといけなくて、で、外に出したくないのでね、うん、で、ここに穴を開けて通してあります。だからここのこれが使えるっていうね、仕組みです。はい、ちょっと説明がね、できてなかった。それでは、バイバイ。グッバイしようね。なんかひなたちゃんから来てたよね。うん、リミって来てた。バイバイ。